宇宙戦隊、著、運の十三朗読、堀口道夫、作者より読者の皆さんへ、この小説に出てくる物語は、今から大分先のことだと思ってください。つまり、未来小説であります。今から何年後のことであるか。 それは皆さんのご想像に任せます。しかし、それは100年も200年も先のことではなく、案外近い未来にこのような事件が起こるのではないかと私は考えています。それはそれとして、私たちは油断をしてはなりません。科学と技術とは、国防のために、また人類の幸福のために、 新しいいい方面に向かかっててどどんんん切りり開いていかねばなりません深い科学研究と基礎天外な発明を一刻も早く積み上げていかないと私たちも私たちの国も突然恐ろしい危機を迎えなければならないでしょう。今日の航空戦隊はやがて宇宙戦隊の時代に変わっていくことでしょう。 数千メートルの航空を飛んで、敵機動部隊の真上に飛びかかる航空戦隊さらに、成層圏を征服して、数時間で太平洋、大西洋を横切り、敵の首都に達し、大爆撃を行うことになるはずの、明日の航空戦隊それをもっともっと強く立派なものにして、やがて宇宙艦を持って、 大宇宙を制圧するまでに進めなければなりませんそれは一体誰がするのでしょうかもちろんそれは皆様方今日の日本諸国民たちが大人になった時にするのです弱い民族ではできないことです優れた科学技術を強い民族が使うのでなくてはとてもこの難しい仕事 この苦しい仕事をやり遂げることはできません。しかしその仕事が難しく。また苦しいだけに。それに成功した時の嬉しさは。今ちょっと考えただけでも。愉快なことではありませんか。日本小国民の皆さん。どうぞしっかりやってください。奇妙な死骸。 ここに一つの奇妙な死骸が地底700メートルの坑道の中で発見された坑道というのは鉱石を掘り出すため地の底へ向けて掘った穴の中のことだその奇妙な死骸は確かに金属と思われるもので作られた硬い鎧で全身を包んでいたのだしかしその姿は実に不思議な そして珍しいものであった。それを見つけた人々は、何とかしてその死骸の姿に似たようなものを、これまでに見た雑誌の写真や映画などから思い出そうとしたが、だめであった。全く今までにそれに似通ったものが見当たらないのだ。だが、それが一つの死骸であることだけは分かった。 首もあるし、どうも手足もあったから。目もちゃんと二つあるし、鼻もあった。口もあり、耳もあった。確かに人間の持っている顔の道具は揃っていた。こういうふうに述べると、当たり前の人間とあまり変わらないように聞こえるが、さて、もっと詳しく全身を見ていくと、これも不思議。 あれも変だと次々に奇妙なことが発見されるのであったまずその死骸の色であるが前にも述べたとおり確かに金属で作ったと思われる硬い鎧で全身を包んでいたがその色は目の覚めるような緑色であった毎年5月になると木々の梢は若葉が茂りそれが太陽の光を受けて 鮮やかな緑色に輝くが、あの若葉ののような緑緑色色であった。緑色の金属そんなものはあまり見かけたことがない私たちの知っている金属といえば大抵銀色に光っているとか錆びて黒くなっているとか朱色になっているのが普通であったこの緑色の金属は 一体何という金属であろうか死骸のこの緑色に引きつけられてじっと見つめていた人々はやがて何となく吐き気を催してきた熱帯に住む青いトカゲのことを思い出したからであろうしかし何よりも人々に不思議な思いを抱かせたのはその死骸の顔であった 顔というよりも不思議な首といった方がよいかもしれない。3本の角が頭の上に生えていた。2本なら牛や鬼と同じであるが、それよりももう1本多い。そしてその角は前の方に2本生えていて、もう1本は少し後ろにあった。後ろの角は 半分ばかり土の中にめり込んでいた。その角が牛の角や鬼の角とは違い、奇妙な形をしていた。太鼓を打つバチという棒がある。そのバチにはいろいろな種類があるが、棒の先に丸い玉のついたバチがあるのをご存知であろう。 死骸の角は実にその鉢のような形をしていて、角の先に丸い玉がついていた。太さは鉛筆を少し太くしたくらいであった。その角は糸を巻いたように横にシワがあった。